こんばんばはダンジョンクロールストーンスープこのゲームですが日本語で解説をしておりましたやっていきましょうえー、だいぶ来ましたねタコくん3あなんかあれかスパイクがついてるんだなクマの爪がタコの手先についてるそうです <laughs> だからなんだって話なんですけどね、えー、今ですね あのまあ、体勢的にはこんな感じでかなりいいですね。魔法防御もめちゃくちゃ高いと。まあ、あの変異してるからなんでしょうけども。魔法防御もひ,ひたすら高いと、ね。あ、間違った。こうか。ステルスもいい感じ。体勢も十分でしょう。こんな感じでかなりいい状況になっておりますが。まあ、リングもそれなりに、まあ、激烈にいいかっていうとよくはないんだが。まあ、いいのが揃ってきてると。 でパンデモニよいしょっと。ああ、いいですね。いいですね。こういうのはいいよな。よし。じゃあ、またパンデモニウムに潜っていきましょう。えー、っと、いらないアイテム置いていくぞ。すぐ使わないアイテムは置いていきましょう。あとは、大盾。いらねえな、これ。なんでいいか いいなおっここはルグルークロスグロックさんのグルークロスグルークルスグロックさんの住みじゃないですかここはここはあの処刑さんがたくさんいますので頑張って倒していきましょう強いんだけど処刑な処刑強いけどまあ倒せなくもないという感じこれ倒せますよねボコったらすぐ死ぬわ強っなんじゃこの強さ非常にいいですね <laughs> 強すぎるんだが <laughs>、えー、マジックマッピング読んでもいいんだがまあまあ別に読まなくてももういいんだけどもねよいしょと今経験値何に振ってるんですかああなるほどなるほどはいはいまあこのまま上げていきますかやルーン何個ぐらい取ろうかなと思ってるんですけどあのあんまり これ調子乗りすぎたらすぐ死ぬパターンですからあ。生きったらすぐ死にますからね。よいしょと。な、呪いのスカルがいますね。いいですよ。倒しました。よいしょと。あ、あもういるじゃん。グルークロスクロックさん。やばいね。ちょ,ちょっと待ってよ。ここらはまあスピードアップしてんいから、スローちょっとドガンと。も回、ドガンで。あと、ぶん殴って倒すと。あ、倒しましたね。 すげえ勢いで死んでったんだけど、グルースロック・グロックさん。大丈夫大丈夫ってぐらいで勢いで死んでったよね。大丈夫なの <laughs> 大丈夫なのって意味わかんないけど、もう死んだ相手に大丈夫って聞くのもおかしいんだから。<laughs> 大丈夫っていうぐらいの勢いで死んでったよ。すごいね。いや、タコがすごい。こんなになるんだね、タコって。なんかただの、なんか一般的なモンスターみたいな死に方してったよね。<laughs> パンデモニウムのロードのくせに。 いやあ、恐ろしいですね。こんな感じで、えーと、なんだっけ、ここは。えーと、闇のルーン。暗黒のルーンか。マークされたぞ。大丈夫か。まあ、大丈夫だろ。あ、このマップねあの、なんか、いつもとマップが違いますね。私も、私の知ってるグルークロスグロックさんのマップと違ってたわ。うん。あ、つうか、なんて言て、古典的な方なのかな。忘れちゃったけど。まあ、このマップの形もあると。 よいちょっと。いいでしょう。じゃあ次の階層に参りましょう。ほい。お、ここは、ここはあの、セレボブさんっていう人の入り口ですね。ちょっとさっき、あれだね。あの、やっぱりマジックマッピング読むわ。あの、なんとなくね、あの、どこが本丸かって分かっといた方がいいからね。いいですね。堅調ですね。グルークロス・グロックさんの次はセレボブさんが姿を現しましたぞ。ここですね。 じゃ行きましょう。ちょっと裏側から。この辺りから入れないかな入れないよね。そりゃ入れない。恐ろしいね。かわしみ42。この辺りからファイヤーの。あ、これちファイヤーさ、今2本しか立ってないんだよね。ご覧ください。 ということで、えー、っと、ポーションオブレジ,レジスタンスって持ってないの持ってるよね ?2 個しかないけど。使っていきましょうね。あ、そろそろだな。よし、じゃあここで飲みましょう。早め早めに飲んでいきますよ。ポーションオブレジスタンス。グビッと飲みます。おいでよ。ここがトルネードだな。トルネード。いいっすね。こうやってモンスターはですね、死んでいくわけです。もう一回トルネード打ちますよ。 あトルネード使えねえよ、これ、詰まってくれ。早く使えるようになってくれ。よし、来た。行くぞ。り大丈夫ポーションも拾ごはと飲んどくぞ。でいい、使いましょう。スローチ、ドガン。<laughs> セレボブさんも飛んでってますよ。飛んでったバナナみたいになってます。それで死んでいくわけだな。オッケーです。セレボブの剣をゲッツ。で、ファイアのルーンをゲットですね。 あっという間に倒せました。ま、あここは、あの、あれですね。あのまずいことされる前に最大攻撃力でぶん殴っていくという。今だと、ま、もちろん、石器化するし、トルネードするし、えー、そして、スローチも撃っちゃうと。何のために敵モンスター、ワンサカいる敵モンスターをいちいち超えて倒しているのか。ね、こんな感じで倒しているのかっていうと、ケイブリアドスさんの進行値を上げるためですね。さあ、ここいいアイテムございますかお、アミュレットのアーティファクトが出現。えー、鑑定してみましょう。せーの、ドン。 どうですかいらんないらんわ。でもここいいアイテム出るんですよ、結構。<laughs> ダだ、ガーのアーティファクトもござい。どうですかうん、まあ、いらないな。そんなに、こう、僕の気を引くようなアイテムじゃなかった。え、これ行きましょう。ほい。えー、不正確のコフ。いらん。よいしょと。よいしょと。 えー、このスピアどうですかいらないね、えー。レザーアーマー、コットン。うん、名前はいい名前は好きなんだけど、いいですね。いらないですね。えーこ、なんだこれこれ強いじゃん、この。<laughs> こいつら、なんかちょっと、個人的にこれは今、あの修正値とか見てグッと来たから拾ってしまいました。ああ、いいね。このアーティファクトたちの、この楽園みたいになってますねあ。いらないね、これは。 これ出るのはいいんだけど、ああ、いいですね。こういうだがはいいね。し名前がいいです。リングのアーティファクトないんですかないね <laughs>。どうしようもないね。ないものはないと。え、セレボブさんはなんかこう、お宝をこう、溜め込むタイプのパンデモニウムロードなんですねさあ、ラスト1体は、えー、なんだっけ、名前。忘れちゃった。 いるんですかあの変異をつけてくるんだな、ね、バカスケが気をつけていきましょうもう一回トルネードで一気に倒していくよいしょこら逃げるなよし OK です <laughs> ではいきましょう次の回にいきますああもうここそうじゃない な、何をやっておるのじゃ。急に出現しましたね。えー、まずタコになります。で、ここはもうトルネードしましょう。あのー、あそこにあのー、魔法を吸ってくるモンスターたくさんいるから、早めに倒しちゃいましょうね。よしよしよし、いいね。早めに、あの、リンゴみたいなやつ、倒しましたよ。よし、OK です。あっという間に倒しちゃったね。これで OK ですよ。もう一回ここも、トルネード。上東のトルネードアッパーで、敵を倒していく。この、このネクオゼク。 こいつがあの変異をつけてくるんだが、見てくれ。また、こんなになってる。ポーションスあレスエフェク e f f e c t リスト a リング用ヘ o r って書いてます。あー、良くないね。ポーションが効きに、回復ポーションが効きにくくなってる変異がついてますね。エー、ビルパワーいらねえな、こんなものは。よいしょと。 またつけられたぞ <laughs>。これひどいね <laughs>。またスクロールステイクがリトルロンガトゥリードになっちまったな。よくないね。あ、またつ,つけるやつ来たわ。これつけるのはどうしようもないよね。これ魔法防御あるけど、魔法防御を貫通してもやってくるからね。えー、輝きのルーン。輝いてるのはきっとあれなんだろうな。あの、放射線で輝いてるんだろうね。だからこいつら、あの、変異ばっかつけてくるんで。 やめて、変異つけんの。やめてつってな。やめてつっ <laughs> てつ。もうどうしようもないよ、この変異 <laughs> 泣きたいです。あの別に魔法防御で防げるわけでもないんだろうな、きっと。これ魔法防御で防げるかなと思ったら全然そうでもねえわ。ひどいね。オッケーです。で、これでルーン9個か。オッケーだな。じゃ次の回行きましょう。もうこんなとこ、とっととおさらばしようぜと。えー、パンデモニウムの中にあと1個ルーンがあります。あの、魔法のルーンっていうあの、なんかノラの、 パンデモニウムデーモンが持ってるんだけどね、そこら辺にいるパンデモニウムデーモンがたまにルーンを持ってるんですよね。それを探しに行きましょう。よしと、よし、よし。いや、いるね、いるね、変につけてくるバカスケが。ちょっと待って、何がある ?You tend to your temper in combat. あ、uh、ー、huh. You tend to lose your temper in combat. ひどいね。Scrolls take you longer t raid. ひどいね。You are very clumsy. <laughs> ひどいね。You are e x t r e m e frail. ひどいね。いやマジカルキャパ i ティーズ t e エクストリーム low. <laughs> 全部じゃないか。もうほぼ全部ついてるじゃねえか。もう何をやっておるのじゃこんなとこ。一刻も早く脱出じゃん。よし、オケー。ひどいね。いやいや、かなりひどいよ、これは。早く、あの、ちょっとりあえずミューテーション取りましょう。でももうこの後ってミューテーションしてくるモンスターほぼいないから大丈夫だと思うんですけど。 ちょっとこのミューテ、ポーションのミューテーションでどんどん回復していきましょうね。回復してるこれ。あまりにひどすぎて何も回復してるように見えないね。お俺おどうすかな,なんでわかんねえなこれ。<laughs> これもうわかんねえな。どうすかあ、なんか良くなってきてる気がする。<laughs> もうどうしようもない、ね、こんどね。飲むしかないこんなもっあっあっ、だいぶくなったんじゃないですかこれ。 ねえスクロールステイクユーロンガー2リーと残ってるね。俺がな外したいやつはしつこい汚れみたいな感じでなかなか治りません。えー、まひどいもんです。まあ、あの、ミューテーションの薬また出てきたらガブガブ飲んでいきましょう。 いい,ですね、いいですよ。魔法大丈夫安定してるしてるね。大丈夫だね。なんか変わったマップだね。広い、大きなマップだね。ヘリオンは、思わぬこう打撃をくるもらうことがあるから、うまく振る舞ってってやってくださいね。なんかめんどくせえの連中がいるな。倒しました。 魔法のルームをゲットしなきゃなんないんだなこの階層にはなさそうだねとっとと次の階層に行きましょうかなんでこれヘリオンがいいのこのこの階層は 出口がある、ね、よしとおいたヘリオンの方に近づいて、あ、だめだ、これファイヤーの体差あるモンスターだからヘリオンは、あのー、あれを撃ってくるね。ドミネーション、ダムネーション、あの、地獄の一撃を撃ってくるね。地獄の一撃だっけ 名前忘れちゃったけど、とにかくあの魔法打ってくるよね。大丈夫。なんか、なんか来てない <laughs> 来てるよねあれ。あれ、そうだよ。パンデモニウムデーモンじゃないっつね。よし、死ね倒しました。弱いね。弱いパンデモニウムデーモンでよかったよ。じゃあ、次の回行きましょう。うい。 光ってるよ、ピカピカ。何すかああ、このゴッドがいたね。倒します。 シシールドオブプロテクション、まあ、まあ一応拾っとくよあのうん今回はあの今体勢を結構シールドで埋めてもらってるからバックラーで埋めてもらってるから今はそんなに使い道ないかもしれないですけどもしかしたらそのカイトシールド出番あるかもしれません。 なんだこれあ u e v エボルブ。進化せよ。エボルブせよ。ってなってるから、勝手にいい変異がついてきますな。<laughs> 素晴らしいね。もうそうなっちまった、俺も。全然出口ねえな、ここ、どうしたびっくりするぐらい出口ないね。ついに出口のないところについちゃったか。そしたら、俺、どうすりゃいいんだろう。 出口のないパンデモニウムに来ちゃったらどっかあるよねさすがに出口生成されるよねないよ出口どうすんのこれびっくりするぐらいないよ最果てなのかなパンデモニウムのなわけねえよなどっかあい,いえこれはまずいなおれ ってファクーありますよ匠のバックラーおりゃあーまあ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 一応一応まあ一応拾っとくけどそんな強くないねこんなに HP 低いあーそうさマイナス30%になってるわ <laughs> ひどいね <laughs> なんだって思ったそんな突然変異でマイナス30%の HP が低くなってしまっている 危なかったね今ちょっとタコのあれが溶けたね変身が HB 回復しますよこういうところでね回復してるとわりかし大丈夫なんですよね 脱出してもいいんだけどねもうなんかだんだん飽きてくるよねこれ強すぎてであとは飽きてきてさこれこう本当にあるんで真面目な話なんだけど飽きてきてプレイがか3万になって死んでいくみたいな全然ありますからねそういうことアイテムがいっぱいですぞって言われてるけど ここそうじゃないパンデモニウムロードの入り口じゃないこんにちはーつってどうもーつっていますかーつってしのうっぷんでつまずねこれ危なかったね今あ <laughs> きちゃった <laughs> よしとオッケーロードを倒しましたぞ よし。いや、結構危ないね、これ。で、まあまあもう、もうほぼいないから大丈夫だと思うんだけど。なんか、ちょっとやっぱり肝を冷やす場面があるね。よし。ルネーねえな。え、次の回に行きます。 変なパンデモニウムロードいたけど倒したね <laughs>。 危ねえなんか、ちょっとかなり危ないね。なんかさっきから。HP を3分の1ぐらい持ってかれることが結構多くなってきたね。これはそろそろ引き時なのかもしれんは。とっととルーン取って脱出しましょうか。地獄潜ってもいいけどみたいな。なんか事故が起こりそうな雰囲気がいたしますな。あのー、ミューテーションも意外と治らないし。まあ、慎重に行きましょう、いずれにしても よしょとないのルーン,そうル,ーンいルーンは <laughs> ルーンはないのかいないねじゃ次のがいきましょう <laughs> マークされたんだけど。 キャンセレーションのんでこれでワープします。これであのマーク抜けるマーク抜けるっていうかうまく敵を巻くことができます。 あんまりこうとっとと脱出するか何か嫌な予感がしてきたななんかあんまりいい感じではなくなってきたねなんかサクサクといってた感じではなくなってきたので。 よっと。よっと。おここはあるぞ。ここあるパターンだよ。ここに、ね、よくあるパターンだよ。よく,よくあるパターンってよくわかんないけど。そのよくあるよ、ここ。 マークされてんなよくないね <laughs> えー、キャンセルしトになますあスタッチ取れんだねそうそうなると。 もう一回トルネード。で、こう、もうスローツ打ちますよ。モンスター多いな。おりゃ。もう一回。おりゃ。オッケー。オーおりゃ。おりゃ。 あそっか。ワープしなかったんだ <laughs> これまずいよ。使うか。ステップフロムタイム。これ使います。おりゃ。これをすると、えー、私はいないものと換算されます。え、でも、もう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 治っちゃったんだけどね。こ,れこんなところで死ねねえぞ。ここでポーションを向きよにガブ飲みするからな。 ポーションの効果が薄いっていう変を得てしまっているえ逃げましょうよしよしああーいいぞいいぞちょっとヘ,ヘリオンヘリオン邪魔だけどプリンキングで一気にここ行ってガラガラっつって逃げるっつってアビスにとっとと逃げるんだよっつってあやばいやばいこれなんだこれ なんかすごい狭いとこ来たなんだけどんだこここんなアビスのなんかこの奥まったとこに奥座敷みたいなところに着いたんだけどち,ちょっと危ないねちょっと電話これよくないわアビスの奥座敷のような場所に飛わされましたけど 何でしょ、ここは。なんか非常にアイテムもたくさんあるし。わーい、出口だ。なんでこんなすぐ出口あるのかな。やらせかなってくらいすぐ出口あるんだけど。あー、危なかったね。ちょっと。まあ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 、いいでしょ。ルーンは何個取った ?10 個か。あんまよくねえな。なんか雰囲気がよくねえ。なんかあんま雰囲気がよくねえわ、これ。雰囲気よくないわ。つーことだよ。脱出か。この後、地獄行ってもいいんだが。

ういっす、ういっす、ういっす。また強くなってしまいました。えー、ちょっと待って。こうなってくると、またダンジョン潜りたいんだが。いや、ちょっと待ってね。いやー、ルーン何個取るかなこれ、ポーションも消えるんが何個あんのないじゃねえか。ヒルオンズか。なんもないですね。ああ、考えどころだな。ちょっと先っちょだけ行ってみっか。先っちょだけ行ってみるか。 ヘル、えー、とおマークされてたら大丈夫かい 大丈夫大丈夫スローチおーりゃ とんでもない量のモンスター一気に倒してるけど大丈夫倒せてるゲリオンさんとかも来てるけどケイブルアドさんめちゃくちゃ喜んでくれてるけど大丈夫なの いやー、ちょっとわかんないです、これ。ちょっとわかんないです。言っていいかどうか。いやー、よくねーな、これ。やめるかな。いやー、ちょっと待ってねいや。前回ね、10個もルーン取ったからね、ちょっと欲が出てんだよ、個人的には。でもこれ、ここでは死にたくないな。あのー、動画撮ってるしな。<laughs> こんなとこで死にたくはないない。諦めますか。諦めますか。いや、まあまあまあ、でもこれで、あの、自分目的は果たしたと思うんだけどな。どうですか、皆さん。あのー、 リンゴをザクザク取っていい旅だったんじゃないでしょうかいや鉄の都ディースぐらい行ってみるかいやどうする死んだらそれでちょっと行ってみっか行っちゃったいやちょっと待ってねいやここまで行ったけどもよちょっとちょっと行ってみるわ 今週もタと地獄に付き合っ合っ,っ,った。おいあの地獄潜る時の目安ですがあのポーションオブヒローズがたくさんあるこれがないんだよね今回。であとはリジェネレーションがあると。であとは攻撃力がめちゃあるとかそのあたりなんですけど攻撃力がめちゃあるはねあるんだけどあの怪我の治療の薬がなかったり あのー、リジェネレーションかかってなかったりであんまり良くはない気がするんだよねでも降りてけるから降りてっちゃいましょう降りなんかサイレンス的な敵がいるなそれは嫌だ くないね。 意外とないね下り階段が ちょっと若干よからぬ感じになってきたなえ。こういう時はね、どうするかっていうと、一旦逃げます。逃げるんだよ、っつって。でもう一回降りていくわけだ。ん, <laughs> う,んうん。いやー、これちょっと諦め、いや、諦めてもいいんだけど。ずっとこの、 えー、タルタロスぐらいはタルタロスかここ、うん、タルタロスぐらいはクリアするかさて下り階段が全然ないという。 あれ良くないよねあんまよくねえなこれやめるかなちょっと待ってこれなんか死にそうな気がするやめるわやめますええー、<laughs> これやめますあのね自信がない正直なところ行ってみたけどちょっと先っちょだけ入れてみたけどあんまり良くない感じがするのでええー、脱出しましょう あのもうルーン10個取ったから十分です。えー、一旦切ります。で、えー、最後脱出と仕込みましょう。じゃあ失礼します。